ウルワッシュのサブリナは1954年に公開されたアメリカ合衆国のロマンティックコメディ。サミュエル・テイラーの戯曲ウルワッシュのサブリナをビリー・ワイルダー監督が映画化した。ローマの休日に続くオードリー・ヘプバーンのヒット作。ウィリアム・ホールデンとオードリー・ヘプバーン・ハンフリー・ボガートとオードリー・ヘプバーン・ニューヨーク州ロングアイランドに暮らす大富豪・ララビー家に仕える。 運転手の娘サブリナは、ララビー家の次男デイビットに密かに恋をしていた。仕事人間な兄ライナスとは、正反対のプレイボーイである。彼は、大銀行の東ドリレー,ジョーグレッチェンに夢中で、サブリナのことは眼中になかった。父からも、身分違いの恋を咎められ、以前から決まっていたパリ留学のために、ニューヨークを離れる日が、目前に迫る。叶わない恋を悲しんだサブリナは、 車庫でガス自殺しようとするが、異変に気づいたライナスによって助けられ、サブリーナはパリへと旅立った。2年後、サブリーナは道がいるような美女となって帰国し、デイビッドは彼女に惚れ込みパーティーに招待する。しかし、ララビー家の事業拡大を図る父オリバーとライナスの取りなしで、デイビッドはすでに実業家、タイソンの娘エリザベスとの婚約を決められていた。 ガツに手を伸ばすのは止めろと悟す父に対し、サブリナはガツが私に手を伸ばしているのよと自信満々に答える。パーティーで注目の的となるサブリナとダンスを踊るデイビッドは二人で会場を抜け出そうとするが、エリザベスを放ってサブリナに夢中になる姿をライナスに見つかり、父に呼び出されてしまう。父と口論となったデイビッドは尻ポケットにシャンパングラスを入れたまま椅子に座ったことで、 大怪我をしてしまう。待ち合わせ場所でデイビッドを待つサブリナのもとにライナスが現れ弟の代わりに彼女の相手をする。ライナスはタイソンとの合併を実現させるため障害となっているサブリナをデイビッドから引き離そうと格索するが次第に彼女に心惹かれるようになってしまう。ライナスはサブリナを一人パリに追い出そうと考え自身がパリに向かうふりをして パリ行きの乗船券を用意する。表向きライナスがパリに立つ予定だった。前日の夜、サブリナが彼の会社を訪れ、もう会うことはできないと告げる。ライナスは彼女をオフィスに入れてしばらく話を聞いていたが、サブリナはライナスの机の上に、パリ行きの乗船券が二人分あることに気づく。自分もパリに連れて行ってもらえると喜ぶサブリナに、 ライナスは彼女を追い出すために乗船券を購入したことを告げる。自身がデイビッドとエリザベスの結婚、そしてララビー家の事業拡大の妨げとなっていることを伝えられたサブリナは落胆してオフィスを後にする。翌日、考えを改めたライナスはタイソンとの合併を取り消すことを決め、デイビッドにサブリナと共にパリに行くように伝えるが、デイビッドは 彼女は兄貴に恋していると告げ、ライナス本人がパリに行く、よう反論する。ライナスは、聞き入れずに、デービッドに船に乗るように伝え、重役会議で、合併の取り消しを伝えようとする。しかしそこに船に乗っているはずだったデービッドが現れる。デービッドの説得を受けて、サブリナへの思いを認めたライナスは会社を飛び出し、パリ行きの船に乗り込み、サブリナと抱き合う。 1952年、原作者、サミュエル・テイラーは、原作の儀曲、ウルワッシュのサブリナをメイン集で書き上げて、クリスマス後にニューヨークへ戻った。当時のブロードウェイでは、映画会社が映画化できそうな作品を探しに、スカウトマンを送り込んでおり、彼らは、舞台の制作前から映画化権を買っていた。原作儀曲のウルワッシュのサブリナもその中の一本であった。 ヘップバーンの電気などで、ヘップバーンが、うしのサブリナの舞台を見て映画化権を買ってほしいと、パラマウントに行った、という記述があるものがあるが、それは間違いで、実際には、舞台よりも映画の方が先行している。ビリー・ワイルダーと原作者、サミュエル・テイラーは1953年3月から、共同で脚本を執筆していたが、サブリナ役には、オードリー・ヘップバーンが決まっていたので、 テイラーはヘップバーンをイメージして、脚本を書いていった。最初の打ち合わせで、ワイルダーはストーリーを変えていいかテイラーに尋ねていた。テイラーは依存はなかったものの、戯曲を書き直す気もなかったため、映画と舞台では異なったストーリーになっている。8月には、舞台版、ウルワッシュのサブリナのリハーサルが始まるため、2、3ほど完成した段階で、サミュエル・テイラーは、 脚本から離れてしまう。そのため、ビリー・ワイルダーは、アーネスト・レーマーを呼び寄せ、残りの部分を執筆させた。ウィリアム・ホールデンとオードリー・ヘップバーン当初、ライナス役には、ケイリー・グラントが予定されていたが、彼が、撮影1週間前になって、出演を断ったため、ハンフリー・ボガートが起用された。出演料は、ボガートが30万ドル、ウィリアム・ホールデンが12万5000ドル、 そして主演2作目であるオードリー・ヘプバーンは1万5000ドルであった。さらに、ライナス役が、ケイリー・グラントからハンフリー・ボガートに変わった、ため大幅な書き直しが必要で、撮影が始まっても脚本は完成していなかった。その上、ビリー・ワイルダーは撮影中でも何度も、脚本の書き直しをしていたので、その日撮影する脚本が出来上がっていないことがあった。そのため、オードリー・ヘプバーンが、 ビリー・ワイルダーに壊れて、手病を使って、時間稼ぎをしたこともあった。本作の舞台となった、ララビーテは、ビバリー・ヒルズにある、パラマウント社長の邸宅を使用している。プールの場面は、CBS の創始者のウィリアム・サミュエル・ペイリーの自宅である。また、劇中に登場する駅は、ロングアイランド鉄道イスターベーシ線の、グレンコーブ駅で撮影され、ララビー工業本社ビルは、 フィナンシャルディストリクトのビルで撮影された。本作品はサブリナパンツというファッション文化を生み出した。ユベールド・ジバンシーはドレスを3点提供したが、映画にはクレジットされていない。映画の制作メモによると、この3点はヘプバーン自身がジバンシーから買ったもので、パラマウントとしてはすでにヘプバーンの個人的所有物なので、制作協力者として、 ジバンシーの名前を出さなくてもよかったとなっている。衣装デザイナーのイーディスヘッドは本作品でアカデミー衣装デザイン賞を受賞しているが受賞対象となっているのは彼女のデザインした衣装ではなくジバンシーのドレスであることは明らかだった。レコルテサブリナと呼ばれた方にリボンのついているジバンシーがデザインした黒のカクテルドレスについて夜渡たりのうまかったヘッドは1974年の インタビューで、ヘプバーンの黒のドレスはジバンシーが作ったものではなく、彼のドレスからインスピレーションを得て自分が作ったと、コメントしている。ジバンシーは、ヘッドの死後、ヘプバーンが着た黒のドレスは、ヘッドの監督下で、パラマウントが作ったが、間違いなく自分がデザインしたものだと反論している。また、ウィリー・ワイルダー監督の妻、オードリー・ワイルダーも、 ユベールがイーディスにスケッチを送ると、イーディスがそれを塗った。と打ち明けている。1995年にサブリナとしてリメイクされた。また、1994年のインド映画、イエーディラギーにも影響を与えたほか、1961年にタミル5映画、マナパンデルとしてもリメイクされている。ありがとうございます。